ホタル、そっちの手首にこれを結びな。迷子になる。うん。デートみたいですね。デートなんですね。行こうか。誰かこの状態を助けてくれ。何の用だよ。ああ、あと。久しぶり。6年ぶりだけど、放棄ってすぐ分かったぞ。落ち着けよな。ジン・テジンさんはお元気ですか？僕を恨むのはいい。謝れ！謝れ！謝れ！だが、関係ない人間を巻き込むな。ご心配なく、話せて嬉しかったです。また会場で。ありがとな。次に戦う時は止めませんよ。ああ。堀さんですよね。だった。君は誰？すごく大事なことのはずなのに思い出せない。それでいいんだよ、ロクサス。俺が君を傷つけたのか？ダメだ、シオン。また三人でアイスを食べよう。なあ、マヒロ、お前が求めているものは手に入りにくい上につまらないものだ。たとえ手に入ったって、お前を幸せにするもんじゃない。お前と軍技で勝負をする。今ルールを覚えるゆえしばし待て。あんれ、総帥様と声が全然ちげえす。奴は死んだ。今は世が王だ。それはご無礼しました。お許しください。私気が散る。黙れ。殺すぞ。血駒に弓を据え、攻防の拠点とする戦略。古典的な高矢倉だ。差し筋にも何ら変わったところはない。初期陣形も入門書レベル。世の方がまだ本気で戦うに値せぬということか。もう一曲だ。はい、喜んで。881騎馬。積みだな。もうよい、下がって休め。私なら全然平気っす。軍技ならば3日3晩で泣くと思う。先客がおる。そいつを片付けたらお前の番だ。左辺から楽に崩せる展開だったはずが、妙なツケの連打で一気に形勢が変わった。451つつ。282
砦。何？初期配置から全く活路のなかった忍びがこの一手で全盤を支配した。完全に右辺が殺された。ない、罪だ。バカな、置き駒から罪までの144手、世の打ち筋を全て読まねばこの手には至らぬ。次だ。はい。絶対にありえぬ。